ネイビー・シールズは2012年のアメリカ映画アメリカ海軍特殊部隊ネイビー・シールズの活動を描いたアクション映画 p g 1に指定現代のアクト・オブ・バローは直訳すると勇気ある行為。SWCCSBT-22 による撮影場面監督制作は短編ドキュメンタリーネイビー SWCC を手掛けたスコット・オートマイク・マッコイ 当初、隊員役に俳優をキャスティングする予定だったが、現役の隊員が出演することとなった。本作に登場する武器、兵器は本物を使用しており、実弾で撮影を行った。また、現役のネイビー・シールズ隊員、および SWCC が出演している。なお隊員たちの本名は伏せられている。ネイビー・シールズチーム7のローク隊員は、休暇中に、副官のデーブと、 家族ぐるみで交流し、絆を深めていた。そんな中、コスタリカで麻薬カルテルに監禁された CIA 女性エージェント、モラレスの救出指令が下る。ジャングルで救出したモラレスからの情報により、麻薬カルテルとイスラム系テロリストの関与が浮上する。麻薬カルテルの大物ディーラー、クリストを逮捕するため、シールズは会場でクリストの合格ルーザーを吸収する。 しかし捉えたクリストはイスラム系テロリストのシャワルが米国内の主要都市で自爆テロを計画していると白状する。テロリストの拠点がメキシコにあるためシールズはメキシコ軍特殊部隊と共同で九州作戦を決行する。麻薬組織とテロリストの大軍を相手にシールズの死闘が始まる。制作費1200万ドルに対し全世界工業収入が8100万ドルを超えた。 2012年のパームスプリングス国際映画祭にて注目監督賞をスコット・ウォーとマイク・マッコイが受賞した。批評家の反応は割れている。映画批評サイトの6点トマト図では136件のレビューで評価はわずか26%、平均点は4.5、10、批評家の相違として実際の隊員やキャストに敬意を表すが、本作は陳腐な脚本。 大げさな演技、戦争の複雑さを無視したジンゴイズム的な姿勢で崩れたと酷評している。また、メタクレティックでは34件のレビューで過重平均値は40、100である。一方、厳しい評価で知られる映画評論家ルジャーイーバートは4つ星中3、5星と高いスコアをつけた。イーバートは本作の俳優が現役の隊員であること、 本名が伏せられていることや、撮影に実弾が使われたことについて触れた上で、オリバー・ストーン監督のプラトーンやキャスリン・ビィグロー監督のハートロッカーを引き合いに出し、両作品は最初から説得力のある物語を披露しているが、本作はアクションに重点を置いており、作中の人間関係についてはそれほど重要ではないと評している。また、本作のキャストに対して、 彼らは個性を出さず、裏話もなく、派手な対話もしない。シールと記述されたクレジットが、実際のシール単位が演じていたならば、私は彼らには説得力があった。ドラマチックな要素は、必要ないと言いたい、などと、好意的な評価を寄せた。ありがとうございます。